今回はチラズアートさん新作の誘拐事件をやっていきたいと思います。今回の主人公が小学3年生の男の子が、恐怖体験をするという内容らしい。それじゃあやっていこうか。嵐の日？すげえ音でかいんだけど。家の中、何？たらこ？たらこって言った今。すごい家だな、なんか。外に出られないようになってる。変わったご家庭。たらお？俺、タラオ、なんかあるわ。これはハンマーがあるけど。あ、サラオ。聞いてます。はい。これが主人公の多分男の子だと思うんだけど、サラオって言うんだね。あ、怖い。そんな近くででかい声出さなくても。いや、結構家の、部屋の真ん中だと思うけどな。ごめんね。酔ってんのかな、お母さん。いやー、そんなこと言われても。本当、産まなきゃよかった。おい、そういうこと言うんじゃねえよ。だから、あんたはダメなのよ。どうせあんたも私のことバカにしてるんでしょ。そんなことないけどね。お母さん、ハンマー拾ったけど。やめろ、抑えろ、その怒り。あ、顔怖。お母さん疲れてるだけだから。多分7月3日、とんでもない家庭環境からスタートしたんだけど、今回そういうのがなんか主題なのかな。レンヤ、あれ全く違う子。レンヤくん、いや、レイヤ君が本名でサラオって呼ばれてただけなのかな？ああ、またやっちゃった。おねしょのこと言いに行かないと。とんでもない。なかなか元気だね。元気な男の子。でもめっちゃいいとこ住んでる。お母さん、お姉ちゃん。授業参観のことなんだけど。授業参観。うおう。うるさい。るさい。話しかけてこないで。本当うっとうしい。あんたたちさえいない。ああ、もうちょっともう家庭環境。もうそういうこと日常的に言っちゃダメよ。あれがお姉ちゃんかな？産まなきゃよかった。ああ、やばい。お母さん、なんかもう、家から出て行こうとしてない？お母さん。お母さん、おねしょしちゃった。うるさいわね。話しかけないで。いや、お母さん、だいぶお疲れだね。どこのご家庭の奥さんもやっぱり、日頃の疲れが溜まってるんだろうな。クマでかっ。このでかいクマってさ、一般的なご家庭のさ、女の子はこういうでかいクマを大抵持ってんの？めっちゃ出てくんだけど、このゲームとかにさ、このでかいクマ。お姉ちゃん、おねしょしちゃった。また。濡れたシーツ持ってきて。わかった。あ、こうやってあれなんだ、ほぼお姉ちゃんがこの家を家事をしてる感じなんだね。シーツ取れるか、すぐ。はい、シーツ交換。ナイス。で、これで洗濯のとこまで持ってくはずなんだけど、このままお姉ちゃんに渡すの。持ってきたよ。じゃあ一緒に下に行こう。オッ洗ケー。濯の仕方を教えてあげあ、る。ちゃんとあれなんだ。教育してくれるいいお姉ちゃんだね。お母さん、これ持ってく？いらないか。これもっと怒られちゃうから、ちょっとさっさと下降りちゃおう。ああ、上が洋室で下が和室でキャットタワーまであるのね。お姉ちゃんめっちゃついてくるけど、お姉ちゃんどこ？俺さ、初めて来たんだ、この家。ここ閉まってるわ。あ、ここだ。多分ここで洗濯するんだよね。あ、これだ。OK。お姉ちゃん？どうしたらいい？お姉ちゃん？お姉ちゃん、そのシーツをあ、洗洗濯濯機機に入れにて、入れ OK、OK たでらす。電源入れて、電源はその入りボタンね。入れボタンね。その次にスタートボタンを押して、はい。それで洗濯ができるから。OK。簡単でしょ？忘簡れた単。らまた聞いて。 OK。洗濯ができるホラーゲームがあるらしい。で、これで入りな。で、スタート。洗剤とか入れなくていいのかな？あ、ママ！ドア貫通で。やり方は
わかった。これから洗濯はレンヤが担当ね。え、お母さんやっぱ出てっちゃったの？お姉ちゃんも知ってるっぽいね。9月1日、あれもう2ヶ月ぐらい経ったか。お母さんが出て2ヶ月。レンヤ。はい、お姉ちゃんが呼んでる。キッチンかな。あ、もうお姉ちゃんも しなくなって成長したんだね、レンヤくんも。でもさ、これ生活がさ、2ヶ月ってまあやばい。あ、ゴミも溜まってきてる。え、めっちゃゴミ溜まってる。ゴミ捨てしないと。知らないのかな、どこにゴミ捨てにしに行くとか。いや、わかんないけど、お姉ちゃんがいくつなのかわかんないけど、多分レンヤくんが小学生で、お姉ちゃんがまあ多分中学生ぐらいだろうから。あ、洗い物も溜まってる。家に畑はないのに。え、畑がないのに手袋はある。汚れたこの軍手は何なんだろうね。お姉ちゃん何？あと少しでできるから。オッケー。その間に洗濯物干しといて。はーい。あ、カップラーメンとかも食ってんだ。札幌風、札幌風ラーメン。洗濯機に入っている洗濯物を干す。溜まってんね。なんかこれしばらく放置しててさ、あの全部の洗濯物キュッてなってない？干すのはなんか横に、あ、これだ。ここに干して。ご飯できたよ。はい、おいで。すぐ行く。子供用と。お姉ちゃんこんな結構いい服着てない？お姉ちゃん真ピンクだけど。こっちは使ってないのかな、和室。でもそこらしいゴミやばいな。食べよう。カレーかな、これ。久しぶりにカレー作ってみたんだけど、どう？カレー嬉しいな。別にいつも通りのか。あ、どっちもでもいい。カレー嬉しいな。にしよう。準備するの大変だったんだよ。あ、そうだったんだ。お姉ちゃん結構美人だね。感謝して食べな。優しい。私がしなきゃって思ってんのか。そのテスト汚さないでよ。100点。あ、お姉ちゃん頭いいんだ。これ全部100点じゃん。お姉ちゃんすごいね。え、なんか悲しい気持ちになってない？ お母さんに見てもらう。ああ、なんか心が痛いな。まだお母さん帰ってくると思ってんだ。ちょっと長い仕事に行ってるだけ。お母さん帰ってくるかな。帰ってくるに決まってるじゃん。いや、どうなんだろう。きっと喜んでくれると思うの。うわ、こうやってなんかけなげに頑張る子供、マジで心が痛えな。俺はもうお姉ちゃんと二人でもいいよだと、ちょっとあれ、お姉ちゃんを傷つけるかもしれないから、お母さんも喜ぶといいねってこう期待を持たせとこう。うん、やっぱりレンヤもそう思うよね。まあ大人としてはね、早く警察に行った方がいいと思うんだけどね。お姉ちゃんってさ、お母さんのこと好きだよね。普通じゃない。普通じゃない。あ、あんまり、お母さんさえいればいいって子ばっかりだよ。あのレンヤくんは多分あんまいい印象がないんだろうな、子供ながらもお母さんに。俺もいるのに急に字が出してきたな、レンヤくん。部屋の間取りは別に変わってない。もう服乾いたかな。乾いた服をタンスに片付けよう。あ、ちゃんとこうやって起きて片付けたかもしれるんだ。学校はちゃんと行ってるのかな、気になるよね。これがレンヤくんのこの家での仕事なんだな、洗濯。次、じゃあゴミ捨ても覚えよっか。それだったらもう少し快適な家になる。あ、これお姉ちゃんの分とかどうしたんだろう。自分、お姉ちゃんは自分で取ったのかな。今日は名前を呼ぶ声が聞こえないな。お姉ちゃんご飯できたかな。あ、この洗濯物はお姉ちゃんの部屋に入れてあげればいいのかな。あんなことない。この洗濯物を抱えて気になって降りちゃったのか。お姉ちゃんいる？え、そんな低いとこにお姉ちゃん。え、どこに行ったんだろう。姉ちゃん、一人にしないでくれ。唯一の、
唯一の肉親が。あれ、お姉ちゃん、お姉ちゃんいなかったよね、さっきその部屋に。いない、お姉ちゃんがいない。ここは開かなかった部屋。え、これ誰部屋？ここにもいない。ここ、あ、これ親の部屋か。お姉ちゃんどっか行っちゃった。ここにも外に行ったのかな。いや、行かないんじゃない。お姉ちゃんの靴がない。こんな時間にどこに行ったんだろう。雨もとても強いのに、なんでこんな時に。警察行ってくれたのかな、探さなきゃ。危ないって、子供一人で出るの。これあれだよ、風強すぎん。こんな小さい子供がさ、うわ、こんな危ないって、こんなところ。ああ、どっち行くんだ、こっちか。明るい方に行くっぽい。傘出して。息で呼ぶ。姉ちゃん。あ、これなんかマジで心痛いから、使いづらい。姉ちゃん。姉ちゃん、出てきて。お願い。一人にしないで。姉ちゃん。こんな森の中行くの？やばい、ちょっとこれさ、呼びたくても呼べねえわ。悲しい。今、悲しい気持ちでいっぱいになってる。姉ちゃん、マジでどこ行った？なんか知らないから、でもご近所さんもこれ人が住んでるかどうかも分かんないよ。姉ちゃん、あー、悲しい。あ、で、とりあえずもう遠くなったから家に帰ったんだ。姉ちゃん、あ、学校には行ってるのか。掃除の時間になりました。皆さん掃除をしましょう。はい。俺雑巾がけしたくないからさ、絶対ほうき取ってたわ。俺ほうき係やる、雑巾頼んだわっつって。めっちゃ結構ね高いところから掃除してるように見える。なんか何踊ってんだあいつ、ウッキウキやん。こっちの家庭環境も知らずに、しかも真面目な子。ちょっと男子ちゃんと掃除してる、してる、してる。お前だろ、してないの、掃除。掃除が掃除めんどいよな。適当にやって、早く終わらせようぜ。いやー、みんなでやった方が早いよ。女の子は意外とちゃんとやってんだよな。部屋の乱れは心の乱れって、うちのおばあちゃん言ってたよ。だから綺麗に掃除しないと。もう、乱れてるやつ1名いる。これでいいかな？もう汚れなくない？よし、終わったな。で、これを形して、あれ、お昼に掃除すんだね。あ、でもそっか、いや、帰り、あれ、お昼だわ、そうだわ、お昼に掃除してたわ。で、帰りはさっさと帰ってたもんな、お昼掃除。さあ、先生が来て、めっちゃやーやー言ってるけど、はーい。何？静かにしてください。帰りの会を始めます。いいですか？帰っている時に知らない人についていかないようにしましょう。不審者には気をつけてください。清道、おい、みんな、ピエロもいるから気をつけろよ。一途かな。皆さん静かに。それでは帰りの挨拶をしましょう。立ってください。さようなら。さようなら。さようなら。俺、さよなら言わなかった子供だわ。邪悪な子供ですまん。今日も一緒に帰るって言ったのに、3人ともどこに行っちゃったんだろう。ケイジ君、コヒメちゃん、マサヒロ君。これ誰だ？これコヒメちゃんじゃね？朝か。マサヒロ君に貸した傘、返してもらってないんだけど。困ったな。マサヒロ。ミツキ、お母さんとチー姉がいつも2人でご飯作ってくれるんだけど、とても美味しいんだ。今日のご飯は何かな？ハンバーグじゃない？ハンバーグ？本当にそうだといいな。かわいい。あ、先生。最近お姉さんが学校に来ていないけど、何かあったのかな？あ、てか、あれなんだ。この子も喋ってないんだ、そのこと。体調が悪いです。そうなの、親御さんから連絡がないから心配しちゃった。いや、もう、これさ、もう正直に話したら全てが。どうした？なんか女の子泣いてないか？あれ？お
おかしいな。お姫ちゃん。どこ行っちゃったんだろう。どうしたの？消しゴムがなくて探してるの。吉政くんなら何か知ってるかも。吉政くん？吉政くんに聞いてみるよ。めっちゃこれ好かれるね。おい吉政くん、お前、おい、せめて相手から行け。ピエロってさ、一人の時狙ってくるらしいよ。そうなんだ。ピエロ見たことある？僕は見たことないんだけど、時々気配を感じるんだよね。レンヤ君も気をつけて。直しげ、すごい。え、マルセイユターンしたよ今。さっき清道くんが言ってたピエロ何のこと？なんか帰り道に現れるんだって。不審者っていうことかもね。でも何もしてこないらしいよ。そういうのがいっちゃん怖い。おい、ピエロに怯えて動きがもう同じとこずっとループしてんじゃん。でここでマルセイユターンして、あ、そうだ。何してんだこいつ。あれ、どの子？この子か。あ、なんか入ってる。カードパック。あ、これが今回の、お、遊戯王カード見て。今回のあれだ、あのパトロンの人、スポンサーの人のやつだ。ちょっとハンバーグで喜ばせといて。いつ帰る？いつでもいいよ。今日は家来る？どっちでもいいよ。ゆうかちゃんっていつもそうだよね。全部何でもいいって。うちばっかりに考えさせないでよ。ごめん。家来るの？来ないの？行く。分かった、今度からどっちでもいいはやめてね。レイヤ君何？女の子の会話を盗み聞きはやめてよ。ごめんね。行けたら行くわしか言ったことない俺だから、なんかごめんね。あ、吉本だ。コケメちゃんの消しゴム探してるの？うん。授業中に隣の席の清道くんに貸してるの見たよ。清道くんっていつも借りたものは返さないから。清道、机の中に入れっぱなしなんじゃないかな。あ、これで見つけてあげて男をあげよう。ここに入ってんだ。お姫ちゃんの消しゴムだ、渡そう。チラマルくん、まとめるくんみたいな。見つけたよ、私の消しゴム。あ、なかなか可愛い。なんかお姉ちゃん似てるね顔。見つけてくれたんだ、ありがとう。じゃあ玄関で待ってるね。しかも一緒に行くんじゃなくてあれなんだ。おのおの玄関集合なんだ。こんなに3人近くにいんのに。あとケイジ君がいないのか。ケイジ、紬、ピエロの噂知ってる？え、知らない。さっき清道君も言ってたけど、ピエロって見ちゃったら家までついてきて勝手に家に入ってきちゃうんだって。怖いよね。怖い。でも大人になるとピエロよりもっと怖いものがあるからな。臭い臭い、逃げろ。なんだ、どうしたどうした、清道。清道、ろくなやつじゃねえな。お、お前刑事か。なんで無言な。これっぽいな、でも清道。あ、清道じゃねえ、正宏。何話してんだろう。こっちに用事はない。上には多分行けないのかな、どうだろう。あ、また折ってる、カードパック。拾えない、拾えた。さあ、知り合いが出るか。こっちに用じゃない。じゃあこれで玄関からはおさ、まだあるね、カードパック。コイン全部あんのかな。めっちゃ多いからね、スポンサー。あ、レアカードなのかな、この色が違うやつは。なんか召喚カードみたいな色してるけど、誰かの下駄箱に入ってるカードを盗みたい。帰ろうか。誰から喋りかける？清道君が僕のことを変って言うけど、うん、僕って変かな。いや、そんなに。結構かっこいい顔だと思うけどね。変じゃないよ。そう言ってくれてありがとう。小姫ちゃんと正宏くんが帰れるようになったら帰ろうか。帰れるようになってね。あー、これで OK。 あー、これ傘振り回そうな顔してんな。この傘、朝香ちゃんに返してこいよ。んだ、殴るぞ。いやー、これ自分で返したらってここで正義感出すか。そんなこと言わずにさ。結構下手に出てくれるんだ。強制ではない。あさかちゃんって苦手なんだよ。別に怖いわけじゃないんだ。ビビりがよ、しゃあねえな。もう渡った後から渡す素振り。これ紬、あ、嘘つき。じゃ待って、嘘つきで俺終わりたくない。知ってる。あ、どっちも沈黙なんだ。
都合悪くなると黙る男はろくなやつじゃないってお母さんが言ったんだよ。俺が何したんだよ。あ、これはセナ。つむぎちゃんはどれだ、この子か。あ、朝香ちゃんだと。まさひろくんから持ち方、人から借りたものを自分で返さずに人に返させるなんてどういうつもりなの。お礼もないし文句言っといて。ああ、うん、お前通るな。なんか俺が怒られた。でも結局なんかこういう関係がいい関係なんだろうな。ずるいぞあいつ。意外と仲いいんだろ。あさかちゃんに傘返してきた？来たよ。じゃあ帰ろうぜ。玄関で待ってるな。玄関で待って、ここは玄関なんだよ。そもそも。じゃあ帰るか。ピエロに会わないようにしないとな。じゃあ帰ろうぜ。帰ろうぜ。なんだかんだ仲はいいんだな。あさかちゃんがまさひろくんのこと怒ってたよ。あさかちゃんが？まさひろくんなんかしたの？別に何もしてねえよ。じゃあなんで怒ったの？刑事くん余計なこと聞くなよ。ちゃんと刑事くんつけてるんだ。刑事じゃないよ。何もしてないのに怒るわけないよ。そうだよね。それは怒るよ、特にあさかちゃんは。あさかもそういうの厳しいんだ。あさかちゃんに明日謝った方がいいんじゃない？そうだよ、それがいいよ。渋渋。危ないよ、速攻気をつけて。こうやって後ろ向きながら歩いてるとマジで俺やばいやつ。これ喋りかけたりできるのかな。あ、できないんだ。まっすぐ帰ろう。まず今速攻持ってかれるとこだったぞ。危ない、速攻危ないよマジで。田舎で行っちゃ危ねえんだから速攻。なあ刑事くん、なんで上履きなんだよ。ほんとだ、靴じゃないじゃん。刑事、え、だって靴に履き替えるのめんどくさい。そんなことある、そんなことあるの。俺小姫ちゃんと一緒だった。危ない、速攻危ないよ。いや、いいと思うよ、面白いよ、いろんな個性があって。え、これ何、誰して。いやもうこういう普通の日常がちょっともうお姉ちゃんを忘れそうになる。いろいろあったのお姉ちゃん。あ、ちょっと待って、これ速攻どころじゃない。おばあちゃん全然進んでない、全然進んでない。おばあ、さっきのおばあちゃん視点か。こんなこんな農業できねえよ、こんな深いところ。いいぜ、分かってやろう。そうだね、みんなでやろう。公園の外に出るのはなしな。オッケー。じゃんけんで鬼決めようぜ。じゃあ最初はグー。俺序盤にチョキ出すタイプ。じゃんけんポン。は？お前らさ、俺がいない間にそういうことするんだ。俺悲しいよ、友達だと思ったのに。仕方ない、俺鬼な。じゃあ数える、俺鬼なっていうことないけど。これかな、ゲームの仕様上どうあがいても勝てないやつかな。まだだよ。もういいだろ、20秒経ったんだから。もういいよ。オッケー、よし探すぞ。自分のランドセル、全員のランドセル盗んで帰ろうかな。もうはい、カードパック、まずはな。お前らより先にカードパックを見つける。このアイコンマジで笑う、笑わせないで。いやー毎回出てくるね、フルコンさん。でもこう待って、変な男の人はこっち見てる。あいつら隠れるのうまくね。イルカの遊具がありの、いねえぞ。あ、いた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 、隠れるのうますぎだろ。刑事、僕は草だよ。刑事くんじゃないよ。なんなんだ。え、ごめんごめん、次はもっとなりきるぞ。僕は草だぞ。いいね刑事。なんかそこに一人隠れてない？これちょっと高いところから見ると意外と見えたりする。さあカードパック。
全部集めるぞ今回も。いや前回って自動で全部集まったような気がするけど、これは誰だ、これ姫なんとかちゃん、小姫ちゃん、これなんか小姫ちゃん口が横に伸びてないか、大丈夫か。オッケー、あとラスト悪ガキ。てか広いなこの公園、あの男の人がめっちゃこっち見てくんだけど怖っ。こういうね端っこにいんのよ俺、子供の考えることはわかる。こういうさ木の裏とかにいんのよ、いねえ。あらやつどこ行った。でも子供の視点だとこういう草とかも高いんだろうな、高いっていうか見づらいんだよな、多分しゃがんだりしたら本当にわかんないよ。ブランコにもいない、どこ行った。あれこれが誘拐事件、なんか知ってるかなこの人。おじさん何してんの、おじさん鼻歌歌ってる。まさひろくんは高いところが好きだから上の方を探してみようかな、上の方を探してみようかな。あ木の上ってこと、とかこういう滑り台的な。あカードパックだ、こんなところによく落ちなかったね。赤マントがいるわ、赤マントカードか。あいた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 、何してんだそのところで。これちょうど見えないねこの視点だと。まさひろくん見っけ、見つかっちゃった、すごい耐久力。お尻破れてね、マサヒロ。もう一回やろうぜ。もう一回。あー出たおじさん。やだよ。何このおじさん。ねえねえ、君たち一緒に遊ぼうよ。怖い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 。どうする。いやこれはね、いや一緒に遊ばない。そんなこと言わないでよ。おい、ねえやど。いや一緒に遊ばない。おいおじさんと遊ぶルートしかねえのかよ。いいよ。え、おっさん鬼怖くね？わかった。おっさんは大人だからコンテナの中で数えろよ。わかった。そして帰るぞ。え、鍵かけてない？おい、今のうちに帰るぞ。おい、まさひろ、ちょっと待って、急に冷静な声で言うと笑うな、まさひろ。おい、今のうち帰るぞ。え、いいの？あんなキモいおっさんに付き合ってられる？そりゃそうなんだけど。ほら逃げるぞ、急げ。これ逆恨みされたら怖っ。しかもこれ多分田舎町だからさ、もう顔覚えられてんだよね。あ、これ見られてね、この小窓から。あいつは全力ダッシュでめっちゃ帰ってるぞ。なんで俺がおじさん視点にならなきゃいけない。あーこ、怖い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 、おじさん。おじさんがピエロなのかな。あのおっさん負けただろ。よかったのかな。なんだ。じゃあおっさんに一人で話しかけてこいよ。いや怖いってマサヒロ。いやだよ。じゃあ帰るぞ。帰ろう。みんなはさ、不審者が来たらどうする。親御さんいるからいいけど。不審者ってさっきのおっさんのことか。俺一人暮らしだぜ。人じゃなくてももしもだよ。本当に怖いよね。金を取るんじゃない？オレンジ金持ちだから気をつけて。嫌なガキ。私の家はそんなにお金ないと思うから大丈夫かな。じゃあマサヒロちょっと犠牲になってもらっていいか。すまん。オレンジ金持ちだからっていうのスネオぐらいしか聞いたことない。あ、そうなんだ。そんなこと言ってない。まあまあ、ちょっと耳貸せ。んだよ。レイヤ君、そこの店で盗んでこいよ。おい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 。したくないな。ビビってる。そんなことないけど。家に食べ物なくなりそうだし、するしかないよね。おい、ちょっと心が痛えよ。で、盗まなきゃいけないんだよ。おばあちゃんにバレないように盗もう。
おばあちゃんごめんな。目の前撮るか、長押しで盗む。めっちゃ見てくるその角度で。逆に疲れそうだけどな。じゃあチップスを盗む。めっちゃ、あ、おじさん、おじさん、え、なんか入ってきたんだけど、おじさん。これドアが開いてもさ、無理じゃね。あ、カップ麺は取れそう。あれ、手に持ったら多分バレると思う。あ、おばあちゃんがどっか行ったな。わ、徘徊してる。徘徊おばあちゃん。めっちゃ見てくる。おじさんにずっと、おい、おばあちゃん、おばあちゃん、早く進んで。はい。で、多分この間に通ればいいんだ。これが今一番安全な時だね。で、あとが飲み物。あ、これで今取れるわ。もうおじさんにめっちゃ見られてるけどね。角度も大事よ。で、これで、取ったよっていう顔しといて、で、おばあちゃんにもちゃんと見せよ。おばあちゃんにもちゃんと見せて、で、おじさんにも見せよ。これ買いましたよってアピ。いや、これさ、いや、これ予想なんだけど、これ、おじさんって、いや、お父さんだったらお父さんってわかるか？でも小さい時にさ、別れてたらお父さんの顔知らないとかだったら、ワンチャンこれでさ、出てって、裏で払ってくれてるっていう幸せルートないかな？別に幸せでもないんだけど。これ、もう取ったんだけどさ、もう出ていいよね。あ、やればできるじゃん。このことは内緒にしといてやるよ。ねえねえ、さっきのおじさん。いたよね。店に入っていったけど、大丈夫だった？大丈夫。それならよかった。じゃあ帰るぞ。てかもう自分のお父さんだったとしたら、すげえ怖いよな。一緒に遊んでいい？そんなことないか。どれが好き？カップラーポテチが一番引きつけるか、子供の。ほら、俺はポテチ持ってるぜ。お前らないよな、ポテチ。俺んち着いたわ。なんか最近お前暗くね。そりゃ暗いだろ。お前どっちなんで、いいやつか悪いやつなのかよ。じゃあな、また明日な。悪気はないんだろうな。帰るね。じゃあまた明日。刑事も帰っちゃった。刑事の家どこだ。あっちが正弘。あれ、みんなそっちなんだ。あ、ここが刑事で奥が正弘なんだ。正弘消えた。俺たちはこっちか。合ってんのかな。え、この長い一本道怖くね。話だけど、うん、こんな田舎で誘拐なんてあるのかな。いや、田舎だからこそ怖いよね。ないと思う。そうだよね。ああ、安心した。でも変な人出てきてほしいな。出てきてほしいな。きっと面白いよ。怖いだろう。面白くないよ。小姫ちゃんに賛成。なんかピエロも出るって。ピエロっていうのがね、みんな言ってるし。こんな小さい村だったらさ、めっちゃ有名になるよね。俺もピエロ見たことあるよ。え、本当に？絶対嘘。うん、本当？え、何もそのピエロについて話さんやん。え、どっかにいんのピエロ。ほう、小姫ちゃんの家。レイヤ君のお姉ちゃんってさ、うん、最近見ないけどどうしたの？いやー、わかんない。急にいなくなった。そんなこと小姫ちゃんに言うなよ。あんなやつどうでもいい。どっちにしろだな。いやー、急にいなくなっちゃった。大丈夫？大丈夫じゃない。大丈夫だと思うよ。お前は何なんだ、その元気は。レンヤ、児童相談所ってところで、うん、働いてるんだって。小学生とかの相談。ああ、相談したい。なんかあったらうちにおいでよ。もう今から行きたい。うん。でも最近お母さんすごく忙しそうなんだ。あ、そうなんだ。私もあんまり。わあ、なんかね、いろいろやっぱ家庭環境あるんだね。じゃあ帰るね。でもまださ、こうやって人に話してる間はなんか自分一人で抱えてないからまだいいかもね。え、怖っ。軽トラ止まってる。田舎のアマゾンかな。急に邪悪な音。あ、ピエロだ。あ、かわいい動き。
そんな風に、そんな風にバックステップしながら丘の上を登ってったわ。まあ、おじさんだったとしたら相当な早着替えよ。あ、でこれで自分家前まで行くのか。行っちゃおうくないな。ああそうだよね。なんか車来てね。危ない。んだよ、そっちからさ来たのにさ。あ、まあぶつかってない。ちょっとずつ来んのかな。あ、いや、あそこで止まってるわ。ピエロいないか。ピエロはいないな。で、入ろう。怖いねー、あんな狭いところ。ただいま。まずは手を洗わないと。しっかりしてるね。はい、手洗って、お菓子とか忘れないようにテーブルの上に置いておこう。でも罪悪感とかないのかな。まあ生きるためにはしか、え、猫飼ってたの。他のものを全部置いて、着替えに行こう。2階かな。あ、猫、名前なんて言うんだろう。猫もいます。2階は自分の部屋を、あ、違う、これ母ちゃんの部屋だ。母ちゃん、父ちゃん、あ、これ姉ちゃんね。姉ちゃんいないかな。ワンちゃん帰ってきてない。武者修行に行ってたの。めっちゃ料理うまくなって帰ってこないかな。いや、意外と家にいたりしたり。いや、そんなことないか。実は秘密の地下があってみたいな。何をしようかな。勉強、まず勉強する。いい子。読み方、1、2、3。俺も今ので書き順がみんなと違うことがバレた。もう行きそうになったからね、こっち。円、はい、え、足んない。名前、レインヤ、足らないか、こうか。え、あ、え、次 D、 あ、こうか。これはもう完璧よ。はい、1、2、3、4。あ、そうなんだ、寺。あ、なんか、ちょ、待って、ちゃんと勉強になってる。死そこで不吉死。あ、あ、こうでこうなんだ。へえ。あ、なんか気に食わねえ。最後の羽、ちょっと足していいか。1、2、3、4。あ、字汚。第、あ、違う、ほ、あ、ちょ、ま、ごめん日大違うのよ、違うのよ。全部やり直すわ日本な、今どういう感じなんだろうと思ってここ読んでなかったわ。日大、ちょっと待って、あ、こうか。1で2、3、4な。こっち気になるけど。で、こう。で、1本長いの引いて、3、4、5な。先生。1、2、あれ、この線っていう感じ結構好き。あ、もうちょ、あー、これ違うんですよ、皆さん。マウスだからなんですよ、これって。違うんですよ。2、3、4、5、6と、はい、1、2、先生、先生、はい、4、5、20。あー、ちょっと待って、もう字が汚ねえ俺の。20、7、63。え、合ってるよね。なんかさ、こうやってやると逆にちょっと怖え。3、9、27。やべえ。合ってるかな。1000。え、なんと10、あー、なんだっけこれ。130何本みたいなじゃなかったっけ。あ、違うか。あ、ちょっと待って、突破すぎてこれ。待って。110でしょ、まず。110でしょ。110で1だから11で121か。121。
え、合ってるよね。え、100、110で121だね。合ってるよな。はい、よかった。あ、これ待って、俺これさ順番もう覚えてねえよ。基本的には左からだよな。こっちからだよね、この部分で。足し引きかけ割りじゃなかったっけ。で、ここが1と、6、5、1で5だから5か。いや、ごめん、これ間違ってた、クソ恥ずかしい。え、5だよね、これ。え、合ってるよね、掛け算先、掛け算先だったら。やばい、ちょ、わかんねえ、マジで。おい、もうこれ数学とかいう問題じゃない、算数だよな。え、合ってるかな。なんかやべえ、今だけさあれなんだけど、裏画面行って調べて順番はこれ。いや、これ恥ずかしい、お前 5にしとこう。いや、合ってるよね、これ。間違ったらマジで恥ずかしい。え、5で1だよな。いや、合ってるだろ、合ってるよね。ちょ、マジで恥ずかしい。うわー、ピエロが家の中に。ボロニア、アイスランドポピー、アリウム、草木が好きなのかな。開いてないはずのドアが開いてたりとか。お姉ちゃんもピエロに捕まったのかな。どうなんだろう。くっさ、あの宿題やんなきゃよかった。え、タマ、かわいい。タマでもこっち行こうとしたよね。お風呂場、洗濯機の中にピエロ。あ、でもタマこっち見てるな。あれ、タマが反応しないってことはいないのか。お腹空いてきたな、カップラーメンでも食べるか。カップラーメンはお湯を入れて食べよう。もう初めから湯気出てたような気がするけど、気のせいだよな。やっぱりラーメンは最高だな。炭酸もいっとく。このドア何っていうか、あれ、このドアって何に繋がってんの。鍵かかってる。わ、生えたかってるな。片付けた方がいいんじゃないか。この階段の裏にさ、タマがいた。タマがいけないとこに行こうとしてる。また勉強？めっちゃ勉強するやん。いや、もういいって勉強。寝よっか、もう。寝れないわ。もう俺全部やったぜ。もうあとタマと遊ぶぐらいしかやることないな。なんか家の2階にまでハエがたかってるような気がする。あいつがマジでどこ行ったんだよ。じゃ、玄関出てみよっか。そこにやつがいる。あ、外出れない。え、怖っ。あいつは一体何なんだ。魚に餌をあげないと。最後にあげたのいつだっけかな、いつだっけかな。魚に餌、魚なんていたっけ。あ、これか。なんか動いてない魚いない。餌がもうない。そろそろゲームでもしようかな。何匹か死んでる。あれ、死んだ魚って沈むんだっけ。なんか浮いてくるんじゃなかったっけ、魚。あれは相当重い魚なのか。猫に餌あげてな、ちゃんと。あれ、ゲームは1階か。全部1階で済ませられるっぽいね。自分の部屋にあるもんとばっかり思ってたわ。ここでゲームができるのかな。めっちゃファミコン、もうゲームオーバーなんだけど。テレビゲームで遊ぶ。はい。え、遊べんのこれ。ステージ1、ゲームスタート。お、あ、ちゃんとしてる。 2D だ。インタラクト、これ自分じゃね。しかもこのなんか殺傷石みたいなやつは何もできない。あ、こいつに捕まると多分ダメなんだな。お墓は何もできない。
これ何をするゲームなの？あの奥で何かあるな。でもすげえ、ゲームの中にゲームだ。封印の奥だ4。あー、これでなんか破壊しよう。おお、破壊しよう、破壊しよう、破壊しよう。来すぎじゃね、子供一人に対して。レンヤソロやぞ今。これでなんか封印すんのかな。はいはい、これかな最後。あ、違う、あれ合ってんのかな。なんかこの光ってるやつにさ、あーそうだよね、なんかこの内座の小槌みたいなの手に入れました。これはなんか岩を破壊できる、あ、ここじゃない。はい、ナイス。はい、余裕。クソ面白いんだけどこれ。あ、終わりか。一面クリアしただけなのにもう終えるの。もっと遊びたい。あ、誰か来た。誰ですか？こわ。なや、あいつ。紙？招待状かな。お姉ちゃんを預かった。助けたければ風船を全部割ってみな。ピエロからだ。え、どうやってあんのこれ。え、長押しで使う。あ、でこうか。はいはいはい。はい、2個一気にいっちゃうもんね。あ、楽しい。このモヤットボール。ほれ。エビ良すぎだろ。あ、オブジェクト。俺は外してない。待って、これ絶対気持ちいいぞ、これ。おい、おい、おお、すごい。はい。ほれ。くっそ、人んちにいるやん、ピエロ。もう終わったかな？え、もうなくない？今回、あ、なんでそんなとこにあんだよ。あ、ここ当てんのむずい。これで全部か。左角ない。もうなくない？あ、全部やったぞ。戻す。一生ボール出せる。え、まだダメ？ここ閉まってるよね。おい、見えない。見えない風船ない？え、マジでなくない？風船や？あ、こっちもいけんのか。あ、なに？あ、あ、時間制限。ちょ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 、むずいむずいむずい。一回で、一回で全部いけ。これさ、持ってるだけで、あ、持ってるだけじゃダメなんだ。めっちゃあるし。あ、これ、ちょ待って。これ大事だな。ははは。待って、これ R ボタンですぐ戻すのマジで大事だぞ。多いな、しかし。やばい、これ最適化して。待って、下になんか落ちなかった？ボール、ボール、バカ野郎、下落ちなかった。あ、もう一個なんか、あれ、ここに一個なかった？なんか下落ちたよね。おい、めっちゃ落ちてる。てか、湧いてね？新しいやつ。無理。あのクソピエロ、マジで。多すぎだろ。ほれ。やばい、結構必死。今、口開いてるからね、今。OK！ ナイス？どう？まだある？あ、閉まってる。待って、これ人、他の、おい、ふざけんな、あのピエロ、マジで。無理無理無理、こんな。うわ、ピエロすげえとこから見てる。ちょ、笑わせないだ、あいつ。2個いけ。あ、もう無理、もう無理、もう無理。おい、無理だって、こんなの。
ふざけんな。あいつ終わっちゃった。あ、なんか開いた。レインボー部屋。あいつマジでなん、許せねえ。このピエロ。これ無理、時間、マジ無理よ。ここ開いたけど、あ、お姉ちゃん。ピエロの方？顔怖っ。え、俺時間制限でダメだった？え？あ、タマ。タマ？あれ、言うか、あれ？という夢を見たんだ？ピエロなんていなかった。あれ、タマ逃げてった。タマや、ここじゃないな、1階かな、お姉ちゃんの部屋。なんか人形が増えてるような気がする。タマどうした。タマそこにいるの、この裏だ。タマちゃん、何かが入ってきてるね。おじさんか、この足跡。ここの中とかいそうじゃない。何かが引っかかっている。タマちゃん、タマ、え、中にいるのかな、おじさん。え、怖い。左、おじさん見つけた。かつて怖いおじさんやん。え、どうなっちゃうのこれ。あ、誘拐されてるんだ。あ、軽トラ乗ったのがこのおじさんなんだ。誰か助け、え、あら、お姉ちゃんもいる。お姉ちゃん、お姉ちゃん、何も言わない。ここはどこだ。縛られていないみたい。この部屋から出る方法あるかな。あれ、これ冒頭のシーンだよね。ハンマーがあった。バスケットボール。でもゴールがない。あ、はい、勝ち。なんでこの丁寧に血のついたハンマーが置いてあるんだ。パリン、あ、パリンはない。これ2階じゃね。ないね。あ、めっちゃ広い家だ、しかも。あ、お姉ちゃん。お姉ちゃん。気づいてくれない。お姉ちゃんの部屋に行こう。帰ってきた。まずい、おじさんが帰ってきた。やばい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 。こっから入って、ここ開けて、閉めて、お姉ちゃん、この後かな、このなんか引きずったような後。こうか。お姉ちゃん、あ、めっちゃ音が聞いてる。お姉ちゃん、早く逃げよう。どうしたの？どうしたの？私はおじさんに誘拐してもらったの。誘拐してもらったの？どういうこと？レンヤも私が誘拐するように頼んだのよ。あ、そうなの？こうやってすれば、そのうちお母さんが気づいてくれるでしょ？え？お姉ちゃんもちょっと壊れちゃってんじゃん、もう。そうしたらお母さんだって、私を見てくれるようになるに決まってる。そんなにもお母さんが好き。これで歪んじゃったんだ。お母さん帰ってこないから。え、でも俺はもう出たいよ。トイレ？と、こう、トイレだ。お姉ちゃん何言ってるんだろう。とりあえずおじさんに見つからないように出よう。でもこれめっちゃ血ついてるな。なんだ、これおじさんどこにいるかもよくわかんないんだよね。おじさん、おじさん、これやってるよね、これ。ここに連れ込んだ人。これもう。あ、やられてる。あれ、おじさん、あれ、鍵。あれ、いや、でも、なんか酒飲んで寝てる。
おじさん、あれ？おじさん帰ってきて寝るの早くね？飲んで寝んの。いや怖いな、なんか来そうだけど、ちょっといろいろ見てこう。ところどころに血、2階？ 2 階から血？あの位置ってどこだ？ちょ気になるな。あのこの部屋か、なんかこの部屋か、このなんか姉ちゃんの部屋あたりから血が滴ってるんだけど、え、これやばいってこの家って。やっぱりわかんないんだな、こういうのって。広い家だと出ていいか。じゃあのおじさん帰るわ。でこれ後ろから来るんでしょおじさん。どこに行くんだよ。怖いんだい。お姉ちゃんが心配するよ。なんで急に起きたのおじさん。あんなに寝てたのに。ちゃんとおとなしくしときなさい。でもおじさんは私の言うことを何でも聞いてくれるの。あ、そうなんだ。お母さんが私のことを見るようになるまで蓮也は余計なことしないで。うん、わかったよ。お姉ちゃんやばいって。このままいると二人とも殺されちゃうよ。なんかお姉ちゃんの様子がおかしい。どうしたらいいんだろう。お姉ちゃんに従う。いいえ、いやこれいいえでしょ。お姉ちゃんは頼れない。助けを呼びに行こう。行く。本当に行く。もう行くしかないよね。お姉ちゃんと お姉ちゃんにも見つかっちゃいけないの。いないな。なんか音する。あらら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  ら, ら鍵がどっかに。あー、はいはい。え、はい。何、怖いよね。でこういう悪ガキ、悪ガキ要素も出してこことかから開けて出ればいいね。ちょっとなんでエスパー。お姉ちゃんお姉ちゃん、いやなんかさ、あの部屋にあんのかな、わざわざテレビを消すっていうコマンドがあるってことは。これで出て、これで行くじゃん。でここでおじさんが通るじゃん。で、ここ通るじゃん。で、これで、しゃがむ、あ、しゃがむとかあるんだ。で、これで、テレビ消して、で、ここで、芋って、あ、で、そっち側から出るのか。で、この正面が通れるようになるんだ。で、鍵を手に入れて、ここ開けてお姉ちゃんがあっち行った。おじさんがでもそこ張ってんだよね、多分。これどうしたらいいんだろう。おじさんをなんかどかす。ああ、これはなんだ？電池。あ？誰だ？何者？はい。え？なに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 ？誰かいいんだけど。屋根裏。電池持ってるけど。え？鍵はとりあえず、なんか、あ、この人の死体か。てかこのゴミ袋の中、え、びっくりよそ。あ、人の顔。しかもこれ怖い要素で別に、しかも何もない。え、おじさんやばいってマジで。これ出ないと。何もないことなくない。なんか俺たちのようにお前はなるなよ、だからこれを持っていきなっていう例じゃないの。じゃあ何なんマジで。本当にただの嫌がらせじゃん、あの例。マジかよ。じゃあここから降りて戻る。こんなとこに用はねえ。多分お姉ちゃんいる。何ゴミかな。
なんか使えそう。お、ダンボール。今日も叩いてしまった。いつまであの部屋に閉じ込めておこう。皿をも随分大き、あ、これがあれだったんだ。おじさんが皿をだったんだ。随分大きくなった。優しい子なのに手が出てしまう悪い母親。皿をごめんね。でもどうしても自分の気持ちを制御できない。だってどんどんあの人に顔が似ていく。いつかあの子ならきっと分かってくる。あーで最初のサラオの殺人はお母さんだったんだ。いやこんな怖い怖いってか悲しいな。今回の話はお姉ちゃん、おね、お姉ちゃん、お姉ちゃん違う、お姉ちゃんそっち回りでぐるぐる回ってんだな。ってことは今は安全で、なんかあるかな。何もない。さっきのさ、さっきの輩のとこにさ、なんか使えそうなもんありそうだけどね。あの屋根裏のさ輩、この目の前通るのかな。あ、通ってった。あ、多分 お姉ちゃん後ろ見てないからなんかあるかな。とりあえず電池に入れたんだけど、ここに使えるものはない。棚もない。じゃあお姉ちゃんをかけて上上がろっか。何ゴミかな、何ゴミなんだろうね。この電池は何だ。何か使えるものがあったり。ハンマーでさ、おじさんの頭殴ればよくねって思ったんだけどね。あ、もうなんか諦めるルートもあるんだ一応。めっちゃゴミ、なんもないね。あれ、なんかあると思うんだけどな。あー、でもそこ開けてないか。あれ、ここ開けたっけ。ここ閉まってる。トイレ何もない。お姉ちゃん従う。いいえ、ハンマーがねえんだよな。あ、なんかある。あ、隠れポジみたいな。ここには何もないんだよな。なんかないか。てかめっちゃ棚とか開けんなら俺見逃しあったかもな。ここは何もない。なんかおじさんをどうにかこうにか動かす何かがないとダメだね。2階はもう何もないと思う。ここの外も行けないから、やっぱ1階で何かを見つけなきゃいけない。ここでお姉ちゃんが通るの待とう。あとは棚を動かしつつ、お姉ちゃんの後ろをつきながら移動すると。洗濯機ない。ここに来て洗濯機を使う何かがあったら激アツなんだけどな。あの時学んだあれが今活かせる。いや、この電池を持ったらおじさんが何もしてこないとかないかな。そんな都合のいいことがあるのかどうか。あれ、ここ、あ、ラジオつける。あ、でなんだ、でおじさんが見に行くから、お姉ちゃんこっち行ったタイミングであの玄関ダッシュしよう。多分間に合う。それでおじさんが多分あのラジオに気を取られてるから、お姉ちゃん早く早く来な。おじさんも周回してたらマジで無理。あざした、お疲れ様です。こ、そこ見られたら終わりだよな。あ、あ、こうか。あぶねえ、持っててよかった鍵。早く子供、あ、自転車ね。鳴らしたらバレるでしょ。警察、あ、待って、これ後ろからこのおじさんのさ、おじさんカー来るじゃん。そんなゆっくり走る、まあ子供の力だからな。ここはこれ
警察行かないと、警察。交番とかあんのかな、どっかに。左閉まってる。あ、おじさんが来た。やばい、やばいよ。こんな狭いところだと。こっちか。あ、いけない。待て、一応シフト。これでもおじさんからの方が絶対早いぞ。頼む、誰か助けて。やばい、明るくなってきた。おじさんが来てる。おじさんが、早く走れ、頑張れ頑張れ頑張れ。やばい、めっちゃ後ろにいる。なんかおじさんが結構アクセル躊躇してない。頼む、誰か大人の人助けて。誰の家に行く。ね、いやこれ、まさひろ、誰の家、左の道、巻き込みたくはない。え、ダメだった。あ、引かれたってこと。え、こっちか。いや、もしかしたら、待って、これさ、おじさんから、ママ、待って、怖い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 。ママが家にいて、これ助けてくれるかもしれない。多分、ケイジ君と、もう一人のこの家は、多分、鍵がかかったと思う。いや、今なんか家あったな。あの女の子の姫なんちゃらちゃんの家。あれ、どこだっけ、あの家か。この家に駆け込みたいところではあるが、もうめっちゃ来てる。待て待て待て、やっぱ自分じゃね、最初は。ねんやくんいないよ。僕の勝ちだ。うわあ、負けた。ちゃんのところに帰ろうよ。姫ちゃん、助けて。いや、これやっぱ自分の家間に合うんじゃね。もう一回だけ試していい。俺の走りが足らんかったかも。やばい、レンヤ君が聞こえてきたら結構近くて。あ、行った。何です？え？待って、こん中でも自分の部屋に帰って寝る。寝られない。鍵閉めな。え？え、おじさんなんでいんの？お姉ちゃんの部屋じゃダメだった。ああ、ダメなんだ。自分の家に帰ってもあのレイヤ一人だから、やっぱ姫野ちゃんの家に行ってあの助けを求めなきゃいけないのかな。待ってよ、おじさん来ないで。なんで逃げるんだろう。あれ、ここか。あれ、これだったっけ。あ、ここか。いる。あ、小姫ちゃんな。姫野ちゃん誰。小姫ちゃんのお母さんは親身に俺の話を聞いてくれ、俺とお姉ちゃんを保護してくれることになった。おじさんの家に行き、お姉ちゃんを連れてきた小姫ちゃんのお母さんはお姉ちゃんの話もよく聞いてくれたようで、それからというものおじさんの話が上がることはなく、おじさんの姿を見ることはなくなった。そして俺たちは児童養護施設ってところで暮らすようになった。これ良かったのかな。いや、でも良かったのか。あのおじさんの家にいるよりはいいよね。あれ、右、あれじゃない？お姉ちゃんじゃない？おかえりなさい。ただいま。学校どうだった？まあまあかな。何も答えんやん。あの時はいろいろあったね。そうね。いや、なんか、なんで他人事なん、お姉ちゃん。この暮らし楽しいよね。まあまあかな。レンヤはお母さんのこと怖がってたしね。うん。まだお姉ちゃんお母さんに会いたいのかな。え、なにこの不穏な音。私がこの子たちを見ますので連れて帰ります。あ、お母さん。私はこの子たちの母親なので。え、また帰るの、あの家。レンヤ、行くわよ。お母さん、もうちょっと心身健康になってから来た方がいいんじゃない。なんか連絡があったのか。どうしてこうなったわけ。どこにいたのよ。もうだってもう何ヶ月も帰ってこなかったのよ、お母さん。
ねえ、さきこ、答えなさい。姉ちゃん、怒らないで。おじさんの家、私が頼んで誘拐してもらったの。誘拐？なんてことしてくれてんのよ。そのおじさん何なのよ。俺たちもよく知らないんだけど。お母さん、違うの。うるさい、さきこは黙ってなさい。私の子供を誘拐して私に迷惑をかけるなんて、いい度胸してるじゃない。お母さんが不安定すぎる。他人の家庭事情に首突っ込むなっての。この子たちは二人で生きていけるってのに、余計なことしやがって。生きていけるわけねえだろ。このままじゃ気が収まらない。誘拐犯の家にこのまま行くわ。行くの？え、なんで？お母さん別に行かなくてよくない？ねえ、ちょっと、おじさん、あんたが誘拐犯ね。こっち向きなさいよ。私の子供をよくも誘拐しやがって。警察行った方がいいと思うけどな。子供を何だと思ってるの？いや、お母さんもだけど、まあ、お母さんも心身病んでたからどうなんだろう。あんたがどうこうしていい子じゃないんだよ。この子たちは私のものなの。素直に喜べないんだけど。母親である私だけがこの子たちを好きにしていいの？そんなこともないけどね。子供は親の言うことだけただ聞いてればいいの。子供にとっての幸せはただそれだけ。あんたには分かんないでしょうがね。ねえ、聞いてんの？ねえ。おじさんが、おじさん、お母さん、なんでちょっと笑ってんの？あ、お母さんがいなくなったからってこと？レイヤー。あー、このあと後日談か。で、この家と自分の家とおじさんの家に警察が来たって感じか。いや、救われねえこれ。あー、おじさん家には大量の死体な。子供をさらってはこうやって犯行に及んでたってことだよね。でもいずれ、いや、どうあがいても幸せにならなくない、このエンディング。